ビャ,ビ,ャビャオビエジャの森ミンスクビャオビエジャの森ヤギエウオ王の多くの名で知られる大木関係約550センチメートル樹高約39メートル1410年グルンバルトの戦いに赴くポーランド王、ブワディスワフ・ヤギエウオがこの木の下で体を休めたと伝えられるポーランドビャオビエジャ国立公園内ビャオビエジャの森はポーランドとベラルーシの国境にまたがる原生林 ヨーロッパに残された最後の原生林と言われる、貴重なヨーロッパバイソンの生息地としても知られる。ポーランド側は1979年、ベラルーシ側は1992年に、ユネスコの世界遺産に登録された。英語名に見られる b o ビザは、森林域の中央に位置するポーランド東端の村の名前で、ポーランド語における発音は、ビャオビエジャ。英名 b o ビザフォレストは従って、 ビャオビエジャの森の意味、ユネスコによる世界遺産の旧登録名は、さらにこれにベラルーシ語名をラテン文字化したものを併記して、二カ国、二言語圏にまたがる事情を反映したものとなっていた。ベラルーシ語名の意味も、やはり、ビャオビエジャの森である。日本語では二千十四年の再推薦前の名称を、日本ユネスコ協会連盟が、ベラベシュスカやプーシャ、ビャオビエジャの森としていたほか、 tbs の番組、ザ世界遺産でも同じく、ベラベシュスカやプーシャ、ビアオビエジャの森と呼んでおり、これらは特に世界遺産を扱う文脈から、兵器型の世界遺産登録名をそのまま音社、翻訳したものだった。世界遺産名称の変更に伴い、日本ユネスコ協会連盟は、ビアオビエジャの森に切り替えている。また、ポーランド政府観光局の日本語サイトでは、 ビャオビエチャ原生林と呼んでいる。本校ではこれらの例や、兵器型でない各国語名に準じて、ビャオビエチャの森としている。他に、ベロベーシ語多いのように、ベロベーシという呼び方があり、ベロベーシの森という呼び方の例もあるが、これらはおそらくは、ビオービザをロシア語に言い換えたに、由来している。さらには、本来のポーランド語発音から大きく離れた。 ビアローイーザとの一種の寛容読みも一部で見られる。15世紀初めに、ポーランド王、ブワディスワフやギエオンが狩猟を行って以後、数々の君主らの狩猟地として、この広大な原生林は開発されずに保護されてきた。一方で、そこに生息していた動物たちは密猟の王公もあって、数を減らし、いくつかの種は姿を消した。1919年、森で最後のヨーロッパバイソンが撃たれ、 野生種は一旦絶滅した。その後、動物園で飼育されていたものが人の手で繁殖され、森で再びその姿を見られるようになった。1979年、ポーランド側がユネスコの世界遺産に自然遺産として登録された。ベラルーシ側は1992年に追加登録されている。1991年12月8日、ベラルーシ側の森の奥にある養人別荘で、 ロシア、ウクライナ、ベラルーシの首脳らによる独立国家共同体創設に関する協定が結ばれた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。1979年の登録当初は自然美を理由とする基準が適用されていたが、2014年の再推薦で生態系や生物多様性を理由とする基準の変更が、 行われた。ありがとうございます。